県内で新型コロナウイルスの感染者が新たに159人確認されました。昨日確認された感染者159人のうち、医療機関から報告があった人が143人、自己検査などで陽性となり、陽性者登録フォローアップセンターに登録された人が16人でした。病床の使用率は15.5%、 重症病床の使用率は2.4%でいずれも昨日と変わりませんでした。